桜井正光は、日本の会社経営者。日本気候リーダーズパートナーシップ顧問。理工特別顧問。日本気候リーダーズパートナーシップ代表。NPO 法人日本防災式構表議員。経済同友会代表幹事を務めた。東京都出身。早稲田大学第一理工学部卒業後、理工入社。1993年理工ヨーロッパ。BV 取締役社長。 コピー機関連の英国工場の立ち上げや海外反社の運営、研究開発部門で手腕を発揮。1996年に上席役員を8人抜いての大抜擢で社長に就任した。販売の利口と呼ばれる同社で技術者出身社長は初めて。11年間社長を務め、連結の売上高は約2倍の2兆689億円。純利益は 約5倍の1117億円に拡大させた。2004年ビジネス機械情報システム産業協会会長。2005年日本品質管理学会会長。2007年に理工会長に就任。同年経済同友会代表幹事に就任し、2011年4月まで務めた。2013年4月理工特別顧問。2017年3月 気候特別顧問を優待。また、日本気候リーダーズパートナーシップ代表を退任し、顧問に就任。2003年名誉大英帝国勲章、CBE 受章、2006年フランス共和国レジオン、ドヌール勲章オフィシエ受章、2010年早稲田、大学名誉博士。ホッケ業の一節、まさに知るべし、このところこれすなわち道場なりが心情。 欧州勤務が長く、企業の環境保全に対する意識の高さを学んだ。利工のスタンスとして、環境経営を唱え、環境税導入に積極的で、これに反対する、三田来藤尾日本経団連会長と、しばしば対立した。2007年に、第36回ベストドレッサー賞を受賞するなど、財界活動以外でも注目を集める。趣味は、英国不妊時代に覚えた。 クレー射撃、ありがとうございます。